コルサコフ市の紋章サハリン島とコルサコフの位置、ユジノサハリンスクの外交であることがわかるコルサコフは、ロシア連邦が極東連邦管区のサハリン州の一部として実効支配している都市である。日本語では日本統治時代の名称である大泊マリとも呼ぶ。サハリンの玄関となる港湾都市である。人口32,860人。ユジノサハリンスク、ホルムスクに次ぐ。 サハリン州第三の規模の都市である。市の名称は、ロシアの東シベリア総督の名前に由来する。1945年からは、宗谷海峡の政界権をめぐって、ソ連が日本と対峙する軍港都市であり、外国人の立ち入りが一切禁止されていた。しかし、ソビエト連邦の崩壊後は、所定の手続きを取れば、誰でも自由に訪問できるようになり、 輪っか内とのフェリー航路が開設されるなど交流も活発化している。市内には日本統治時代の意向として旧北海道拓殖銀行を止まり支店、公安の倉庫、中学校の法案殿などが残存する。2018年1月1日、ウラジオストク自由広報の一環として8日までの電子ビザの発給がコルサコフ港で行うことができるようになった。 沿岸部に位置するためサハリンでは最も温暖な気候である。コルサコフ港コルサコフ港とアニワワンコルサコフに上陸する日本軍コルサコフの町並みユジノサハリンスクとの間に日本時代に建設された鉄道があり、ロシア鉄道により毎日1往復、土日は2往復の旅客運行が行われている。年に期間をロシア本土と同じ、mm、に 拡幅する工事が完了した。コルサコフとユジノサハリンスク間の主な交通手段は約30分に1本運行され、4 2トルの距離を所要時間が約40分で結ぶ路線バスである。コルサコフバスターミナルは街の中心にあり、港からは2トルほど離れている。また、ユジノサハリンスクでは駅前から発車する。市内にアルファという名前のホテルがあり、 外国人も宿泊できる。ありがとうございます。